2024年の9月の20日金曜日、五等分の花嫁見てきました。すいません、ちょっと一個切りたいことがあって、内容について切れるわけじゃないんですけど、今日から自分大学があって1限目受けてきたんですよ。でその後に五等分の花嫁見に行ってきたんですけど、いつも通りね、東方シネマズでナンバリー見に行ってきました。でですね、もうスケジュールがおかしいんですよ。この日の4回上映があって、1回目が9時で、2回目が10時半で、3回目が14時5分。そして最後、4回目、21時35分っていう。バカなの?と思って。なんで夕方にねえんだよと思って。本当にね、頭おかしいんじゃねえのかと思って、ちょっと無事切れてました。そのせいで僕1回しか見に来てなかったんですよ。で、もう1個、ちょっと帰る途中に映画館があるんですけど、ギリギリ夕方間に合わなくて、そこを。で、諦めました。すいません、ちょっとね。本当はね、少なくとも指摘に2枚は欲しいなと思ってたんですけど、それができませんでした。ちょっと東方シネマズナンバーバカだよね。夕方にないって中高生たち見れないじゃんと思ってね。まあそんな感じで。内容としては、まあ47分で、まあアニメ2本分みたいな感じでしたね。まあそんな感じで、ね、ちょっとベラベラ喋ってすみません。じゃあ色紙開封しましょう。見ていきましょう。自分ね、いつきちゃんが今回一番欲しいなと思っています。まあ、見る前にそういえば思い出した。ステッカー入ってるんですよね。前回はなかったんですけど、まあそんな感じでこれが入っています。あ、なんか実は忘れてたけど、アニメの放送開始から5年が経ったっていう。あー、しれっとあれするんだけど、誰が出るかなーといった感じです。じゃん、あ、ミクだ。おー、まあ悪くない。別に誰でもよかったんだけど、そんな感じでね、もう1枚しかないんで悲しい結果になりましたね。マジか。本当バカだよな、上映時間は。まあ、この話はもういいとして。で、まあ、その、上映時間が、まあ、47分 ?8 分まあ、そんな感じで1時間もないです。で、まあ、アニメ2本分ということで、まあ、一番最初、1話分のお話は、これですね。はい。で、まあ、内容を覚えていらっしゃるかわかんないですけど、これは当時のね、特典でもらったんだけど、結局この後確かマガジンに載らなかったっけっていう、そういう話ですよね。そうだね。5人の水着、5年前の水着が必要になったから、それをね、なんかパパが管理してんの、あれ。そう。それでなんか一つなんかでかいのがあるぞ、つって。誰のやっていう犯人探しのお話ですね。まあ、結果出ましたと。で、まあ旅行に行くよ、つって旅行に行きました。で、まあその旅行でなんかとあるロリが出てきて、まあそのこと、5つ後プラス、風太郎で、まあ、なんかいろいろ相談に乗るみたいな感じのお話でした。まあ、なんだ、立てたつあやなさんの素晴らしい英語が聞けるのかと思ったら聞けなかったね。で、松岡君の英語が聞けた。で、まあ、なんだろう、5年経っても、まあ、ちょっとしたお悩み相談をするみたいな感じだったりとか、まあ、成長する姿っていうのも見せてくれた。その23歳から、まだ成長するんだぞっていう5つ後のところを見せてもらえたりしました。まあ、そんな感じでね、一応ね、新婚旅行みたいなのも入っておりまして、とりあえず、まあ、旅行に行ってましたね。まあ、そんな感じで、まあ、とりあえず水着かかったんだけれども、まあ、楽しめたっちゃ楽しめた。まあ、1回じゃなくて2回見たかったんですけど、まあ、ちょっとこの連休ね、家から僕出るつもりはなくて、まあそんな感じでもう、色紙はないかなと思います。2週目何かあったら、また行こうかなと思ってます。なんで、もって、声優グラブに買ってきました。ソフマップで買ったんで、多分これが付いてたんだと思います。特にね、こういうのが付いてくる、書いてないから、外れなくなっちゃったよ。まあ、これだけ一応見ておきます。皆さん見たいですか?一応見てますわ。グッズもね、ちょっと買おうかなっていう気になって見に行ったんですよね。でも結構な列があって、みんな五等分の花嫁の愛があかんと思ったら、ちょっと違うもん持ってたから、多分違うんだろうね。で、なんかね、クリアファイルがドサッと置いてあったんですよ。絵柄が見えなくてなんだろうと思って覗いてたら、この時の、なんだ、ヒロイン5人が1人ずつ黒板の近くとか立ってた教室にいる時のやつでした。ちょっと買おうかなと一瞬思ったけど、過去のやつだし、さらに値下げされてないということで、なんやねんと思って買わなかった。で、まあ、列も結構なんかあったんでね、多分他にも上位があったんだろうな、金曜日だから。まあ、そんな感じでね、グッズ買おうかなという意思まではあったんですけれども、環境が悪くて買わなかったといった感じでございます。エンディングのシーンだったかな。
そこに出てきたクリアポストカードみたいのが売ってるんですね。それ500円で買おうかなと思ったんですけど、まあ結局買わなかったといった感じでございます。エンディングのシーンもね、なんかああおおみたいな、あ悪くない悪くないみたいな感じだったんで、もしよろしければね、まあオープニングエンディングもね、まあちょっと集中してっていうか、まあ結構そこに意識を持って見てもいいのかなと思います。まあそんな感じでね、ちょっとほんと熱冷めてるね、孤島分の花嫁の熱。まあもう今週は行かないんですけれども、2週間あるので2週目の特典も何なのかなみたいな感じなのと、まあ何回か間の近くに用事があれば見に行こうかなと思います。そんな感じで、もしよければ皆さんも見に行ってみてください。動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。